ジョン・ユドキンは、イギリスの生理学者、栄養学者、クイーン・エリザベス大学の栄養学教授であり、同大学にて栄養学部を創設した。1972年に出版した著書、ピュア、ホワイト・デッドリーで国際的な評判を獲得し、1986年には本書の改訂版を発表した。砂糖の危険性については、 ユドキンは少なくとも1957年から主張しており、砂糖は虫歯、肥満、糖尿病、心臓発作を引き起こす直接の原因であると断じている。ディススリミングビジネスをはじめとする著書を出しており、体重を減らしたい人に対して炭水化物の摂取を制限する食事法を進めた。ユドキンは、症例対象設計に、甲楽因子の可能性を組み込まなかったことで、 強い批判にもさらされた。心血管疾患に影響を与える可能性がある他の危険因子とは別に新たに測定値が現れ、心血管疾患における危険因子の一つである喫煙が砂糖の摂取と関連している点を示唆している。ミネソタ大学の生理学者アンセル・キースと砂糖死亡論争を繰り広げたことでも知られる。 崩落因子について説明できなかったユドキンは、キースから厳しく批判された。この論争では、心臓病を引き起こす原因は、死亡分にあるというキースの主張が通り、ユドキンの、砂糖が原因であるとの主張は通らなかった。2000年代の後半に、肥満、糖尿病、メタボリック症候群を引き起こす原因は砂糖に、あるのではないかという考えが広まるようになり、ユドキンの主張に、 再び関心が高まるようになる。カリフォルニア大学の神経内分泌学者、ロバート・ラスティグによる、砂糖、加糖の危険性についての講演を収めた動画が2009年に公開されると、肥満やメタボリック症候群への関心が強まり、ユドキンの著書や主張が再び注目されるようになった。2012年、ピュア、ホワイトデッドリーは再開され、 ラスティグはその序文を担当している。ロシアで状態化していたポグロムから逃れてきた、聖教会のユダヤ人の家庭に生まれ、ロンドンイーストエンドで育つ。6歳の時に父を亡くし、ジョンを含めた5人の兄弟は貧困生活を余儀なくされた。ハックニーダウンズスクールとチェルスイー総合技術専門学校への奨学金を獲得し、1929年には、 理学士号を取得する。その後、ケンブリッジ大学での奨学金給付試験を受けられることに気づいた。ケンブリッジ大学に特待生として入学し、1931年に生科学部を卒業し、その博士号を取得する。微生物による大社の研究の草分け的存在である生科学者、マージョリー・スティーブンソンによる指導の下で働き始める。 ユドキンの書いた論文は適応酵素に関するものであった。ユドキンの論文は、後に細菌及び微生物が酵素を誘導する際の詳細な過程を解明することになるフランスの生物学者、ジャック・モノオに影響を与え、モノオは後にノーベル賞を受賞した。1934年には医学研究を開始し、ケンブリッジ大学にて医学生たちに 生理学と生科学を教え始める。1935年にはロンドン病院にて臨床研究を開始するが、その間にもケンブリッジ大学で学生たちに教え続けた。1938年に医学研究を終了したユドキンはクライスツカレッジの医学研究部長に任命された。同年、ケンブリッジにある大栄養研究所にて食事における ビタミンの効果についての研究を始めた。ケンブリッジで暮らす修学児童たちの栄養状態についてのユドキンの研究はビタミン補給が彼らの身体全体の健康状態に対してまるで効果を示さなかったという結果になった。また、ケンブリッジでの貧困地域に住む子供たちは富裕層の子もたちと比べて身長が低く、体重は軽く、血色素の濃度は低く、 学力が弱いことも偶然判明した。さらに、スコットランドにある3つの工業都市に住む子供たちは、ケンブリッジに住む平均的な子供たちに比べて、これら4つの要素の測定値が弱かった。また、スコットランドにある市外に住む貧困層の子供たちは、富裕層の子供たちに比べて、これらの測定値が劣っていた。これらの発見は、栄養の摂取は、 生物学のみならず、社会的、経済的な構成要素や関わりがある、ということをユドキンに確信させるのに役立った、可能性がある。1942年、ユドキンはタイムズ紙に記事を寄稿し、イギリスには、食料省、保健省、医学研究評議会、食料政策内閣諮問委員会といった、何らかの形で栄養に関係する組織が多数ある、旨を指摘した。 栄養についての統一計画の策定に責任を負う単一の組織体はなく、食料政策を監督する栄養諮問委員会が必要であった。だが、ユドキンの提言が聞き入れられることはなかった。第二次世界大戦中のユドキンは、王立陸軍医療部隊に従軍し、シエラレオネに配属となった。ユドキンは、ここにいた兵士たちの間で蔓延していた皮膚病について研究し、 これは感染によるものではなく、リボフラビンの欠乏が原因であることを発見した。大英帝国が植民地にしていた西アフリカの国々にて、陸軍が兵士たちに提供していた食事は、均一なものである点にも気づいた。理論上は、その食事は、キビのような雑穀由来のリボフラビンを含み、栄養不足は起こらないように見えた。しかし、キビは、 ゴールドコーストやナイジェリアにおける主食であるにも、かかわらず、シエラレオネの兵士たちはこれを意味嫌っており、彼らはたとえ空腹であったとしてもこれを食べようとは、しないことが判明した。この時の経験は、人が食べ物を選ぶ、際の習慣と育成の重要性をユドキンに、痛感させた可能性がある。百四十五年、ユドキンは、クイーンエリザベス大学の生理学部の学部長に、 選任された。その後の数年間で、ユドキンによる指導の下ロンドン大学は栄養学における理学志望を確立した。学生たちは科学、物理学、生物学、人工統計学、社会学、経済学、心理学を統合した一連の過程を履修した。1953年に最初の学生が入学し、 その翌年の1954年に栄養学部が正式に開設され、ユドキンはその栄養学部の教授に就任した。その後の数年間、栄養学部は対象となるものの生理学的、生、科学的側面における学術研究の強みとなるものだけでなく、高齢者の栄養摂取、特定の集団における食品調査、どの食べ物を選ぶかの心理学、 これらの主題で国際的な評判を獲得した。栄養学部は国外、特に発展途上国からやってきた留学生たちを受け入れた。栄養学の教授となったユドキンは生科学に加えて適応酵素のさらなる研究、栄養と公衆衛生、裕福病、人と動物実験の両方で見られる食べ物の選択、人類の食生活の歴史的側面、これらに 関心の幅を広げていった。だが、ユドキンの最大の関心事は次の二つに集中するようになる。すなわち、肥満の治療及び砂糖の過剰摂取とその有害な影響についてであった。1950年代初頭に食料の配給が終了すると肥満に悩む人々の数は増加した。1五十八年の時点で送信目的の食事法が 数多く流行するが、それらの多くは、科学的根拠がないものであった。ユドキンは、炭水化物を制限すれば、体重の制御が可能であることを、多くの肥満患者に教示した。ユドキンが炭水化物を制限する食事法について、わかりやすく記述した、著書、ディススリミングビジネスは、人気を博した。1962年には、紙表紙本として出版され、 1974年には第4版が重冊された。本書はアメリカ合衆国ではルーズウェイトフィールグレートという題名で出版され、オランダ語とハンガリー語にも翻訳された。1961年にはザ・スリーマー・エス・クックブック、1964年にはザ・コンプリート・スリーマーを出版した。ユドキンの砂糖への関心は20世紀前半から 感情動脈血栓症の発生率が多くの国で大幅に増加したという自身の研究から二次的に湧いた。この増加は医療従事者にとっては大いなる懸念事項であった。1957年に発表されたある論文では食べ物に含まれる脂肪あるいは特定の脂肪分の摂取量の増加が原因であるとした。ユドキンは1952年の時点での複数の 国での食事と感情動脈血栓症による死亡率1928年から1954年にかけてのイギリス国民の食事の傾向と感情動脈血栓症による死亡率も分析した。これらの分析からは死亡の総摂取量、動物性死亡の摂取、水素添加死亡の摂取が 感情動脈血栓症の直接の原因であることを示す証拠は見つからなかった。感情動脈血栓症による死をもたらす原因として最も可能性が高い単一の要因となったものは砂糖であった。イギリスにおける食事の歴史的傾向の分析結果では単一の食事要因は発見できず過去数十年間で生活習慣の一部の変化が感情動脈血栓症による 死亡率を押し上げていることを示唆した。明らかな変化の一つは運動量の減少、もう一つは食べ物の変質にあった。20世紀前半に砂糖の消費量が劇的に増加した点を考慮した誘導金は砂糖は肥満のみならず感情動脈性心臓病の原因でもあるのではないかと疑い始めた。複数の国における過去の歴史的資料について調べたところ、 裕福になるにつれて、加工食品の消費量、それに含まれる砂糖の消費量が増加し、貧しい国々でも砂糖が使われている、加工食品が入手しやすくなると、それらは栄養価の高い食べ物よりも優先的に購入される可能性があることが分かった。1964年、ユドキンは、より裕福な国では、砂糖及び砂糖を含む食べ物が、肥満、虫歯、 糖尿病、心臓発作を含めた疾患の原因になることを示す証拠があると書いた。ユドギンは同僚と共に砂糖の摂取と疾患との因果関係が患者一人、数との体で証明されるかどうかを調査したところ、アテローム性動脈硬化症の患者がその対象となる患者と比較して砂糖をかなり摂取していたことが判明した。 この考えを受け入れる上での障害となるものは、この頃に広く根付いていた、砂糖は体内に入ると、でんぷんと同じように代謝されるという心情であり、この二つには違いはないと考えられていた。しかし、ユドキンが同僚と共に、有志たちと実験動物の体にそれぞれ異なる量の砂糖及びでんぷんを投与したところ、この二つの代謝効果には大きな違いがあることが分かった。 同僚の一人であったトマスエル・クリーブと異なり、ユドキンは砂糖は生成された穀物以上に有毒な物体であると確信しており、生成された炭水化物という用語を使おうとはしなかった。白い小麦粉は砂糖と同じぐらい危険であるという印象付けになるためであった。1967年、ユドキンは砂糖はインスリンの分泌を拡乱させ、ひいてはこれが アテローム性動脈硬化症と糖尿病の原因となる可能性を示唆した。1972年に出版したピュア、ホワイト、アンドデッドリーは一般の読者に向けて書かれたものであった。その主張は、砂糖は、肝臓動脈血栓症、肥満、虫歯、糖尿病、肝臓病、痛風、消化不良、癌に関与しているというものであり、ユドキンによる研究や、 他の生科学研究、疫学研究に基づいている。アメリカ合衆国では、スイートデンジャラスという題名で出版され、ドイツ語、イタリア語、スウェーデン語、フィンランド語、ハンガリー語、日本語にも翻訳された。1986年には、本書の改訂版が出版された。ユドキンはこの本の第一章を、以下の結びの言葉で終えている。 I hope that when you b r e a d this book, I shall have convinced you that sugar is really dangerous. 砂糖業界や加工食品の製造業者たちにとって、この本は到底受け入れがたいものであった。彼らは様々なやり方でユドキンの行動を妨害した。この本の最終章にはユドキンの研究に対する資金の提供を妨害し、本の出版を阻止しようとした桑ワの例が列挙。 されている。動物性食品に豊富に含まれる、飽和脂肪酸こそが心臓病の原因であると断じていたアメリカ合衆国の生理学者、アンセル・キースは、砂糖こそがその真犯人であるとするユドキンの主張を一周するため、悪意ある言葉でユドキンの名誉を傷つけた。キースは、以下のように述べ、ユドキンをこき下ろした。感情動脈性心臓病を引き起こす原因は、 砂糖にあるとし、その重大な影響について主張するユドキンには、理論的根拠も、実験に基づく証拠による裏付けもないことは、明白である。感情動脈性心臓病を患っている人は、砂糖を過剰摂取している、とする彼の主張は、どこにも見当たらず、本人の主張よりも、はるかに上質な方法論もしくは大規模な研究で、反証されている。そして、 ユドキンが提示した証拠は人口統計学と年次推移に基づいており、最も初歩的な批判的考察にも耐えきれないだろう。だが、宣伝活動は繰り返され続ける。残念なことに、ユドキンによる見解は、とある商業的利益に訴えかけるものであり、信用を失っている。この主張の宣伝は多くの国に住む一般大衆に向けて、 周期的に何度も吹奨され続けるのだ。ユドキンによる砂糖有害論に不信感を抱かせるキースの試みは走行した。砂糖に対する警告は1995年にユドキンが亡くなるまで真剣に受け止められることはなかった。ユドキンの主張を裏付けるだけの理論的根拠はないとの批判を受けた一方でアメリカ合衆国においてはユドキンの著書は売れ行きを伸ばした。 その後、ジョージマ・マガーバンが発表した食事療法の目標の指針として、1977年に砂糖の摂取量を40%減らすよう推奨し、1980年に合衆国政府が発表した指針では、砂糖の過剰摂取をしないようにとの記述がある。ユドキンが示した砂糖の危険性とその証拠は、2013年1月にブリティッシュ・メディカル・ジャーナルで発表され、 集中的に取り上げられた。2009年、カリフォルニア大学の神経内分泌学者、ロバート・ラスティグは、シュガー、ザ・ビター、トゥルースと題した講演を行った。これは、カリフォルニア大学が動画として収め、公開している。ラスティグは、同僚と共に、ユドキンによる主張とは別に、砂糖は体に有害かつ深刻な影響を及ぼす、ことを発見し、この講演の中で、 ユドキンによる研究に言及し、誕生した。ラスティグによる、この講演は、ユドキンの再来に貢献した。最初の登場から40年経過した2012年、ピュア、ホワイトデッドリーは、ラスティグによる序文とともに、再び刊行され、これはドイツ語と韓国語に翻訳された。ユドキンの研究に関する記事や、食品業界によるユドキンへの妨害や名誉毀損の、目論みは、 一般紙やイギリス、オーストラリア、カナダのテレビ番組でも取り上げられた。ユドキンは1971年に教授を退職し、その後、研究論文や著者の執筆を続けた。1976年に発表したディスニュートリションビジネスはスペイン語に翻訳された。1977年に A、Z オブスリミング。1982年に E ェル、 スリムウェル、1985年に、ザ・ペンギン・エンサイクロペディア・オブ・ニュートリション、1990年には、ザ・センシブル・パーソン、エス・ガイド・ツー・ウェイト・コントロールを発表した。一般の雑誌にも記事を寄稿し続けたユドキンは、その名をよく知られるようになった。また、ユドキンはイスラエルに対して、長きにわたって、関心の目を向けてきた。 1948年のイスラエル建国宣言から間もなく、ユドキンはイスラエルが国家として直面した栄養問題についての助言を求められた。ユドキンはヘブライ大学の理事でもあった。医学、栄養、料理法を専門とする古書も収集した。1995年7月12日、ユドキンは亡くなった。死後、ユドキンが収集した所蔵品はイエルサレムにある イスラエル国立図書館に寄贈された、教著本、ありがとうございます。